今日はですね、プロジェクトルームを少し抜け出してきて、隙間の時間で、撮ってます。ちょっと街中なんで、ざわついてるかもしれませんけども、ご了承ください。そうですね、連日コーチングのテーマでお話をさせていただいてますけれども、今日はですね、まあコンフォートゾーンの話にもなるかなと思うんですけれども、現状のコンフォートゾーンがあって、現状のコンフォートゾーンの外側に我々はゴールを設定するわけですね。このコーチングルーム、現状の中にゴールを設定するとスコトマがさらに強くなり、今抱えている課題問題の解決策は見えないです。現状の外側に飛び出すからこそ、今抱えている、課題とか問題、その解決方が一気に見え始める、スコトマが外れるという現象が起きるわけですね。だから現状の外側の、ゴール設定とても重要ですよと、これはもう皆さん理解していると思うんですけれども、で現状の外側に高い高いところにゴールを設定し、そこですね、ゴールを達成しているときに自分がいるコンフォートゾーンと、で現状のコンフォートゾーン、どっちを優位にしますかっていうことですよね。当然ながらゴールを目指していくわけだから、現状ではなくゴール側にいる自分が正しいと、そこが本来の自分だっていうことで臨場感を徹底的に高めていく、それこそ、アファメーションの技術を使ったり、いろんなセルフトークのコントロールをやったりとか、あとはビジュアライゼーション、いろんなこうやり方があるわけですけど、それは、それぞれで学んできていると思います。で今日はそこではなくてですね、ゴール側にイメージが飛んだ時にどうなるかって話をちょっとしたいんですね。もうこれもいろんなところでお話をしてるんですけど、日々実は自分の中でも起きてて、でクライアントの中でも起きてます。でそれはどういうことかというとですね、例えば会社にまだ勤めてる途中で、友内博士とルータイスの講演に行って、内部表現が一気に書き換わっちゃったんですよね。自分はもう独立起業しコーチとなって、もう世界中をねコーチングを届ける活動に切り替えるぞというふうに頭になっちゃったんですね。頭の中のコンフォートゾーンが、ただしまだ会社に勤めてるので、現状のコンフォートゾーンから抜け出してないわけですよ、物理的には。でも頭の中は常にそんなことばっかり考えてると。でもう当然ながらいろんなこうワークをやっていくうちに、ゴールを達成している自分がいるコンフォートゾーン、そちらが自分の正しい場所だっていうふうに本気になって思ってくるので、確信度が高まってくる、エフィカシーも高まってくる、でゴールを達成しているのは当然だという、もう今すぐにもゴールを達成しているんじゃないかというぐらいの感覚すらも出てくる。そうすると現状のですね、会社に勤めている自分というのが非常に居心地悪くなんですよね。でもう行きたい場所が決まってるし、もうすでに頭の中はゴールを達成しているコンフォートゾーンに移行していると、そうすると現状がとてつもなく居心地の悪い場所になってきて、結果としてゴールに向かうエネルギーが強烈に出てきて、気づいたらいろんな行動を起こしてきて、実際かなり短期間に独立起業を果たし、プロのコーチとして活動を始めている自分に気づくんですね。まあ、気がついたらゴールを達成していた、もしくはその時にはすでにさらに高いゴールを設定しているので、次のゴールを目指していますから、エネルギーは止まらないんですけどね。ということで、現状のコンフォートゾーンに強烈に違和感を感じる、これはとてつもなくいいことであり、エネルギーがあることですよね。で頭の中、情報空間の中ではすでにゴールを達成している自分に なりきっているとなりきっているとか、もうそれが事実なくらい確信度が高まるということですよね。だから日々そうやって現状の外側にゴールを設定する、で達成しそうになったら、少しでも現状がゴール側に近づいたらエネルギーが弱まるので、ゴールを さらに再設定していくと、遠くに高く再設定していくということをやり続けるということですね。これがまさにゴールを次から次へと設定していくという、まさにマインドの使い方で、いろんな相談を受けるんですけれども、現状が嫌だから抜け出したいんだというエネルギーじゃないんですよね。現状逃避型のエネルギーではなくて、もうすでにゴールを達成している自分が正しいと、
そこのコンフォートゾーンから引っ張られるエネルギーなんですよね。だからゴール肯定型のエネルギーっていうんですかね、まあ、結果としてゴールに進むエネルギーは変わらないんだけど、現状否定型だとですね、ちょっと抜け出そうとするとエネルギー弱まっちゃうんで、結果としてまた元に戻ってしまうということが起きやすいのかなと思うんで、ここが注意ポイントですね。だから徹底的にゴールを達成している自分がいるコンフォートゾーンの臨場感を高める。そうすると現状がとてつもなく違和感を感じるようになると、それはいいとか悪いとかではなく、ゴールから外れているという状況で自分自身の中にエネルギーが溜まってきているんですよというふうにしっかりと理解することだと思います。まあ、ここで言えることはですね、その違和感を感じた時に自分をごまかさないことですね。なんでそんな違和感を感じるのか、なんでこんなモヤモヤするんだろうということを客観的に見る目が必要ですよね。客観的に分析し、あ、そうか、自分はもうすでに情報空間、頭の中ではゴールに飛んじゃってるんだということをしっかりと認識した上で、で、ゴールに向かうエネルギーを確認し、どん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 アクションを取っていくということですね。もうやることは徹底的にやるぐらいな勢いで行動を起こしていくと、当然ながらゴールを達成して、というか気づいてるとあっという間にいろんな活動をしていることになると思います。そこまでいくと、まあ、自分自身の経験もそうですし、クライアントの状況を見てもそうなんですけども、言われなくても気づいたら行動を起こしていくと。でエネルギーは旗から見るとエネルギッシュだけど、本人は至ってそのモヤモヤ感とかですね、そういうものを解消するために、行動を起こしている。結果として気づいたらここにいましたみたいなね、そんな状況が起きる。でゴールに近づくと、もしくはゴールを達成すると、もうほとんどエネルギーなくなるので、やはり常に当初現状の外側だったゴールはもう現状の中に入るわけであって、だからこそさらに高いところにゴールを再設定して、そのエネルギーを常に感じるようにすると。常にモヤモヤ感とか、まあ、ルータイスが言ってるように現状に不満を起こすんだということですね。ゴール設定というのは、でその不満を解消していくというエネルギーが、まさに、このゴールを達成していくエネルギーの、元になっていくんですよということをもう一回理解しておいてください。ということで、現状の外側のゴールに向かってアクションを起こしていくということで、もう壁にぶつかっても、そういうモヤモヤ感の連続じゃ連続なんですけれども、それでも、高いゴールを引き下げず、さらに高くしながらエネルギーを出し続けて、どんどん果敢にチャレンジしていくと、自分自身の中に眠っているエネルギー能力を引っ張り出して見ていくということで理解しておいてください。ということで、皆さんのゴールは現状の外側ですか？で今感じているそのエネルギーはそのゴールから来ているものですか？ということをもう一回確認して、見ていただければいいんじゃないかなと思います。今日は以上です。ワクワク様でした。